どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札めっちゃ捨ててか役、リュウです。さあ、今日はですね、クーガダンデッキ。懐かしすぎる。懐かしすぎる。クーガダンって皆さんご存知ですか？もしかしたらもう知らない人もいるんじゃないかっていうぐらいの、デッキなんですけど、クラッシュオブウィングスっていうもう2018年6月に発売されましたクーガダンの、モンスターたちが時を経て、なんか新しいパックでね、この新しいこのあるインフェルディデストラクションっていうパックでなんか数匹実装になりまして、でブレイズクローさんがすげえかっこいいので、今回はちょっと新しい、クーガダンデッキを組んできました。でですね、まあ今まで通りのクーガダンデッキで、まあほとんどなんだろう、ギミ変わってないんですけども、ブレイズクロー入ってるぐらいでほとんど変わってないんですけども、新しくですね、クーガダンの大将軍、デスティニーヒーロー、ブルーディーをぶち込みまして、で、カモンっていうね、これ、1000ライフ、なんか、少なくなると、手札を落ちないデッキ戻して、ブルーディー引いてこれるっていう、ドローセンスブルーディーみたいなのあるんですよ。だこのカードを、確定で引いてきて、で、クーガダンっていうのはラッシュデュエルなんで、クーガダンデッキっていうのはラッシュデュエルなんですよ。ラッシュデュエルの先駆けなんですよ。だから3体結構場に並ぶので、だからその3体のモンスターをリリースして大将軍出していくっていう、そういう的になっております。早速ですね、新たなる、クーガダンデッキの力を見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、これ懐かしすぎるだろう。このムーブ懐かしすぎるだろう。俺は一体何人したいから来たんだ。さあ、ビートの効果を発動していく、ここ位置でいいでしょう。クーガダンの HP を手札に加えて、そしてリコンちゃんの効果発動、ウィズを特殊化していく。ちょっと待って、これもう何時代の、デッキこれ。やばいこと起きてるんだけど、これ何時代のデッキですかっていう話ですよね、これね。さあ、お相手は闇遊戯、何のデッキなんでしょうか。カード1枚セット、はい。アロマか、なるほど。アロマガーデン、ちょ、めんどくさいですね。なかなかめんどくさいですね。さあ、アロマガーデニングも発動していく。なかなかそれは強いか。これも無効にした方がいいか。無効にしちゃっていいか。アドバンテ、これガーデン委員長めんどくさいね。これ、無効にしましょうか。これはちょっと、一回無効にして、ブルーディ、クーガダンの将軍、ブルーディで黙らせることができそうなので、モンスター効果無効にできますから。まあ、それはな、まがら強いんじゃないかっていう話はありますけども。なるほど。これは一回ですね、ガーデンを除外させてもらって、これで、あれですね、一応そのワンドロー的な何かは何も、超強いやつ来た。でこれ一回発動させていただいて、でこれなんか何かしらが余力除外されていく。 OK、 削りきれませんので、とりあえずですね、これディスティニードローだよ。さすがにディスティニードロー。バトルフェーズ入って、1体殴って、それ殴っちゃうとダメだから、これは1回ターン終了か。これディスティニードローだよな。ディスティニードローだ。ターン終了ですね、これね。ターン終了。ちょ、ウィズで生き残ってればなんとかなるんじゃないかな。さすがにこの盤面にカード2枚で返す実力多分ないと思うんだよね、アロマって。カナンが強い。やめて、僕のビートじゃ殴んないでよ。ちょ、お願いだよ。僕のビートじゃ殴んないでよ。でもリコンちゃん結構強いよね、普通に。リコンちゃんも強いし、ビートちゃんも、まあビートちゃん殴られて、で、サーチ入んなくなって、いやー、これちょっとあれだな、将軍出してな。なるほど、あ、そっちなの？なるほど。そっちなんすか？なるほどですね。そっちなんすか？え？なんでそっち殴ったの？もしかしてクーガダンの、なんだろう、あまりにも対戦してなくて知らない？これ。モンスターの効果。これもしかして、モンスターの効果知らないんすか？いいんすか？え、そう、いいんすか？いい、マジっすか？ちょっと、僕、カモンっていう最強スキル発動しますけど、カードを1枚で引き戻して、クーガダンの大将軍、ブルーディーを特殊召喚。運命を終わらせるには運命の始まりとなったこのモンスターがふさわしい。運命とは現れ入れよ。クーガダンの大将軍、デスティニーヒーロー、ブルーディ
そしてブルーディの特殊効果発動、相手のビルドのモンスターを装備することができます。はい、まだ殴れない、めんどくさい。これでもモンスター効果止めといたら結構強いだろこれ。もうあとカード2枚でなんとかできる。よし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 、ドロー。はい、最強でした。これちょうどですね、これこれお釣りなし、これお釣りなしスタイルバトルフェイス再戦、ありがとうございました。これがネオニュークイガダンデッキのエースモンスターです。さあお相手の方、闇マリク。闇のゲームって言わねえな、こいつ。なんだスキル、わかんねえ。闇のゲームって言わねえぞ、なんだこいつ。謎のこれなんかあれかな、スキル掘ってる感じかな。あれイベント、まあ今ちょっとイベントやってるんですけども、イベントでもあれですかね、スキルって掘れるんですかね、落ちるんですかね、ちょわかんないですけど、さすがに落ちるか、対人戦だから。これね、俺対人戦あのオートで周回できないイベントマジ嫌いなんですよね。オートで周回できないで、そのカードを集めなきゃいけないイベントマジで苦痛だから、めちゃくちゃ嫌いなんだけど、ちょはやぶさの騎士はさすがに欲しいから、さすがに頑張ってる今、さすがに欲しい。はやぶさの騎士はまあもう今やマタザ殿とかがいるから、あんまりそのはやぶさの騎士今さら来たところで存在価値なしみたいな話はあるんですけどね、あるんですけど。さあリコン引いていきたい、よかった。これでコズミックサイコンで一発、まずそのセットカードは何ですかと、土球かな、土球とかですかね、多分土球かコズミックサイクロンかなんか、ああコズミックサイクロン OK。 高級ガダンの剣士ビート召喚、ビート効果発動、ビートの効果でこれは吸わなくてもいいな、これは吸う必要ないね。これブルーディー出すタイミングちょっと難しいんですけど、いつもこれダイナで、これダイナちゃんの隠された効果、鶴の竹下の隠された効果、意外とこの環境に強いっていう、今更になってこいつのこれ特殊召喚に成功すると極端モンスターの数までその除外できるっていうカードを墓地からこの効果結構強いんですよ。結構これ強くて、意外とこの環境になって、まさかのびっくりするよね。この環境になってなんでか知んないけどちょっと強いっていうダイナさんの効果、もともと昔もね結構強かったんですけどね、今もっと刺さるね。このその極端モンスター、そのこいつが特殊召喚に成功するとこいつ自分のダイナさん以外のあの9画団の数だけ、あの種類の数だけ相手の墓地のカードを除外できるっていうね、これがねすごい強い今の環境で。なんかね、やっと時代が追いついたみたいな感じ、強さが。さあモノノベ、まあモノノベは今一回スルーでいいんじゃない、モノノベスルーでよくて、モノノベで中断着手したところで考えましょうか。テクだから、なるほど、レベル3中断、あーなるほどですね。これ三中な残しても大丈夫だね。これ除外ゾーンに何もいないから、除外ゾーンに何もいないから、これは三中な吹き飛ばしか、三中な吹き飛ばし、三中な吹き飛ばしでこいつやられる。まあいいや、ダイナのこれだ、次殴って勝ちだ、次殴って勝ちで、開始でビート殴ってで2500で殴って勝ちだ。はい、さあかわいそうに闇マリク選手、一度もシンクロ召喚が行えずにリバースピン、やばいこと起きた、やばい、やばいこと起きた、どういうことちょっと待って、どういうこと、ガチでやばいこと起きた、どういうことそれ、どういうこと、やばいこと起きた。でも強いハンドビート効果、なんかやばいこと起きたけど、なんか一瞬マジって思ってたけど全然弱え、1500に戻ってる、あいつバカ弱え。ちょっとブレイズクロー持ってくるか、これマジブレイズクローなんですよ。デュエムやったことある人だったら分かると思うんですけど、ブレイズクローなんですよ。これこいつブレイズあのクローなんですよ。まあブレイズクローをパクったのがブラボって話なんだけども、さあシールの効果でダイナを、回収、さらに回復していく。さあしっかりとライフを回復しながらダイナを回収し、さらにスキルを発動していく。さあ必殺の最強クガダンモンスターを出していくぜ、クーガダンの大将軍ブルーディーを特殊召喚。運命を終わらせるには運命の始まりとなったこのカードがふさわしい。現れよクーガダンの大将軍ブルーディー、俺が最強のクーガダンモンスターだぜラッシュデュエル、クーガダンの闘志ブラボー召喚バトル
一番乗りマジで一回ブレイズクロー調べてみて、マジでブラーボブレイズクローのパクリだから。さあお相手の方、おフェニックス対決来た。フェニックス対決熱いね。さあビートちゃんの効果を発動し、ドンパちゃんの効果、あーこれちょっと高校だったら強かったこれ、ハンド高校だったらめちゃめちゃ強い、出たこの高校だったらワンキルハンド出ました。で、ドンパちゃんの効果発動は、これは一回ミスですね。まあでもやっぱクリガダウンはその先行でも高校でもやることがあるっていいとこ、いいことだね。その先行だったらウィズ立てればいいし、高校だったらまあダイナで、あドンパドロンパからのダイナでウルトラマンツノザキシさんでぶち壊していけばいいんでね、結構強い。あとねシンプルにダイナの墓地の除外っていう効果が今になって強い。出たカマミたち、あやばいやばい、このラッシュデュエルだこれちょっと待って、ラッシュデュエル来た、やばいこれお互い、これお互いのこれやばい、ちょっと待ってちょっと待って、やばいけど、もうちょっと待って、これ両方ともやられる、これ両方ともやられるときついな、両方ともやられるときついな、いややばい、ラッシュデュエルだこれ。これはさすがにこれ1ターン1の召喚権が無視されていると言われている、これこれラッシュデュエルだ。ちょっと火球引いてくれ頼む、火球モンスター引こう、火球モンスター引いてくれ頼む、火球モンスター引いてくれ。かまいたちのなんか、いたち風は除外した、あれバウンスワンだから、あぶねえ、ドンパ来た、でドンパ来たが、ドンパ来たが、ドンパしていく、でドンパ効果発動していく、これは一回ダイナ、ダイナしかねえな、打点、打点、これ待って、でもさ、これ返しやばくないですか、これシンプルに返しやばいな、でドンパの効果発動しねえよ、これやばいな、返しが、あれこれ俺も積んでるってやつか、おラッシュやばい、なんかある、うわうぜえ、カイトロイドかなんかヤマビコかなんかあるわこれ、やばい、デュエルリンクス事件のラッシュデュエラーたちがなんか集合してる、やばい、うわーこれ出た、次男からの次男三男、一番上は長男、一番下は三男、間に挟まれ次男、やばい予選13兄弟ねーちょっと、いやラッシュデュエルすんなよ、じゃラッシュデュエルリンクスでラッシュデュエルしてるってどういうこと、おかしくないですか、ラッシュ結構ラッシュデュエル